はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデル恐竜運搬トラックをチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカイベントモデルの恐竜運搬トラックです。正面の方から見るとこんな感じだね。中央の部分に椅子図で、この横のところにはガイアってプリントがされてます。ヘッドライトはシルバーの塗装だね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。で、助手席側はこんな感じになってます。この部分にトミカイベントモデルのロゴがプリントされてるね。で、やっぱりこの後ろの部分がメインになるのかな。名前なんだったかな。ステゴザウルスっていうのかな。ちょっとその辺詳しくないけど、すごくリアルな感じで作られてます。触った感じもちょっと柔らかい素材だけど、プラスチックのようなゴムのような素材かな。で、後ろから見るとこんな感じだね。特にここには何もプリントはされてないね。恐竜の尻尾の部分が見えます。で、運転席側はこの部分にも同じくトミカイベントモデルってプリントがされてるね。で、恐竜はやっぱり向こう側を見てるような表情になってるね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。恐竜のこの塗装の色合いが結構絶妙な色合いかとは思います。なかなかこういう足のシワの部分とか細かいね。で、タイヤの部分はトラックなのでサスペンションはついてないです。で、アクションその他はこの一応恐竜が外れるんだね。恐竜がいないと単なるトラックだね。で、裏の方を見ていくと Isuzu Gaia 2007年の写真になってます。で、こうやって見てみると恐竜はこの角度で見ると一応両目が見えるんだね。こっちを見てるような感じになります。で、この後ろのジオラマの土の部分は少しツヤがあってプラスチックっぽく見えるけど、この恐竜の部分はマットな感じの塗装になってて、すごくリアルな感じだね。なかなか面白い一台だと思います。箱の方は正面のパッケージにトミカイベントモデルのロゴだね。で、側面の方を見ていくとこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルの恐竜運搬トラックを紹介しました。で、後ろに乗ってる恐竜はなんていう名前かわからないけど、結構リアルな感じで作られてるね。過去にはベーシックトミカで恐竜運搬車っていうのが発売されてたけど、廃盤になってから結構オークションとかではプレミアついてるね。架空車になるけど面白トミカでコレクションしておこうと思います。で、このトミカはイベントモデルなので、これから開催されるトミカ博院愛媛とか札幌の会場でも購入することができます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。